今回紹介するのは川淵葵さんなのだ。1998年11月26日生まれの24歳、身長159センチ、兵庫県出身、 D カップ、グラビアアイドルとして大活躍の川淵葵さん。幸せボンビーガールに出演し、番組史上最高に可愛いと注目を集め、人気に火がついた。放送後の反響は凄まじく、インスタグラムのフォロワーが2万人以上増加し、驚いたそう。上京前に住んでいた兵庫県明石市は、川淵葵さんのおじいちゃんが釣りをしたいとの希望で、一人暮らしを始めたところ、心配になり一緒に住むことにしたそうなのだ。おじいちゃんが心配で二人暮らしをするなんて、川淵葵さんはおじいちゃん思いで優しいのだ。川淵葵さんが女優を目指したきっかけは、幼稚園の時に一回だけキッズモデルをやり、その撮影がとても楽しく、芸能人になりたいとずっと思っていたそう。現在でもオーディションには100回以上応募しているという頑張り屋さんなのだ。2015年高校2年生の時にはフジテレビ主催のドリームメガガールズオーディションに出場し、ファイナリスト8名に選ばれる。2018年にはファッション雑誌スプリングでスプリング賞を受賞し、モデルのラブリさんにプロデュースしてもらい、表紙に掲載されたのだ。また2019年9月に STU48 の第2期生オーディションに応募し、中間発表では6位まで上り詰めるなど検討したのだが、惜しくも最終メンバーには選ばれなかった。それでもヒルナンデスへの出演や甲子園応援サポーターへの就任、アパレルブランドラビエルを立ち上げるなど幅広い活躍を見せる川口葵さんからは今後も目が離せないのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので、皆さんにもっと見ていただきたいのだ。動画を見て可愛い、応援したいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。またこの人について知りたい、取り上げてほしいという方がいたら、ぜひぜひコメント欄に書いていってほしいのだ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうなのだ。